チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国にはやっぱり反日が似合っている、日韓外相会談は失敗だと韓国市民団体、についてです。コロナがひたひたと迫ってきている感じです。仕事場でも、家族が感染したから、リモートになる人も。皆さんお気をつけください。とうとう、韓国の市民団体が、ユン・ソンニョル政府の対日外交政策に、噛みつき出しました。始まったね。どんどんやれやれ。日本は、俯瞰して見ていればいいだけなので。韓国世論では、ニョルニョル政府が日本に対して、屈辱外交をしてるんだってさ。今回は、そんなニュース。韓国市民団体、対日屈辱外交を糾弾、慰安婦合意継承、審判免れないだろう。中央日報から、韓国市民社会団体は21日、対日屈辱外交の極みを見せたパク・ジン外交部長官を糾弾する、とし、屈辱外交を中断せよ、と求めた。全国民主労働組合総連盟、民主労総、日本軍政奴隷制問題解決のための正義記憶連帯、正義連、民族問題研究所などが参加する、市民団体、韓日歴史正義平和行動、はこの日、ヨンサンブ大統領執務室前で、記者会見を行った。ムン前政権で、のさばっていた反日金づる団体、いわゆるたかり団体の圧力ですね。これから大変ですね。ニョルニョル。彼らは、ユンソンニョル政府の対日外交には、いかなる原則も対案もないということが、今回の外交部長官の訪日で、明らかになった、とし、日本の要求に従って、あらゆることを捧げる、低姿勢屈辱外交で一貫した、と主張した。特に、2015年、韓日慰安婦合意は政府間の公式合意として、尊重する、というパク長官の発言に関連して、慰安婦合意は、国民全員が反対した、一方的な拙速合意だった、とし、このような合意を継承するなら、ユン・ソンニョル政府は、歴史的過ちと、それに伴う審判を免れないだろう、とした。日韓慰安婦合意を歴史的過ちとは、何だろうか。そして、一体下される審判とは、何だろうか。興味あります。はい、それから。また、政府が考案して出した、強制動員問題解決方式も、また非常に屈辱的、としながら、日本の認識に同調して大法院、最高裁、の判決を否定し、現金化措置を防ぐ解決法案を出しているという、と指摘した。続いて、植民支配を謝罪しない日本との軍事協力はありえない、とし、韓半島、朝鮮半島、に日本の自衛隊と共に、戦争参加を呼び起こす韓日、韓米日軍事協力は絶対に容認されてはいけない、と強調した。日米韓軍事協力の容認しない。それには、大賛成です。どうせ、いざという時に、はしごを外される相手に協力なんて、できますかって、話ですよね。それは米韓同盟でやってください。それにしても、韓国の国内問題をいい加減、日本に求めてこないでほしいですね。大統領になって間もないのに、なんか、ほころびが出ているようですね。韓国の評論家からは、人事問題、経験、資質不足、経済、民政不徹底と批判を伝えています。感情を表す傲慢な態度、側近の争い、メッセージ管理能力不足なども指摘されています。マリナからしてみると、そうじゃないんだけどね。ムンジェイン前政権がやらかしたことのツケが回ってきた。ただそれだけですけどね。運が悪い大統領ですね。ニョルニョルは。一つずつ解決していこうという意思は見られるのですが。ここからは、日寄らないで決断していかないと、さらに支持層が離れていってしまいますよ。今回の外相会談では、韓国との関係改善を模索する一方で、いわゆる徴用工問題の解決に向けた道筋を、韓国側が示せるのかを見極めていたのに、何の具体策もなかったという、予想通りの結果でした。ちょっと、その点については驚きました。まさか。
マリナが考えうる予想通りの行動を行っている時点で相当やばいんじゃないですかね。外相会談を行う前に竹島周辺の日本の排他的経済水域 EEZ 内で韓国の調査船が海洋調査を行ったことが発覚されたりして統率が取れていないような感じです。マリナの今後の予想では、韓国国内で合意が形成できなければ態度を急変させる可能性もあると考えられますね。それはそれで一向に構いませんよ。そんな国ですから。それはマリナの想定内ですから。以前の政権ではイ・ミョンバク元大統領は当初日本との関係を重視する姿勢を示していましたが、政権末期には竹島への上陸を強行しましたね。未来志向の日韓関係を標榜したパク・クネ元大統領も慰安婦問題などをめぐって海外で日本を批判する告げ口外交を繰り返しましたよね。ニョルニョル大統領、次はあなたです。さて、どんなどんでん返しが来るんだろう。皆さんはこれからどんな展開になっていくのでしょうか。予想しましょう。コメントをお待ちしております。おそらく当面は安倍氏が不在となった今、チャンスとばかり用日を盛んにしています。しかし韓国です。態度を急変させる可能性は極めて高くなってきました。頑張れ、ひよったっていいんだよ。ニョルニョル、ニョルニョルに寄り添っていこうと思ったマリナでした。伊藤家、夏場恒例の冷凍庫をめぐる覇権争い。ママとマリナは条約締結。妹マリンはパパ専用冷凍庫を占拠し、パパは従属。おばあちゃんがマリンを支援、という構図。不意にやってきて、秩序を乱すお兄ちゃんの存在が、懸念事項なマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。